兵庫になりました。米国株についてお伝えいたします。まず昨夜の状況、値上がり率、値下がり率ランキング、売買代金ランキング、トピック、決算スケジュール、配当ランキング、今日の気になるチャートを順でお伝えいたします。まず昨夜の米国状況、昨夜はダウ、ナスダック、S&P500 とも上げとなりました。ダウは50ドルの上げ、プラス 0.13%。ナスダックは146ポイントの上げ、プラス 0.83%。S&P500 は14ポイントの上げ、プラス 0.26%。アメリカの状況は AI への期待で、Apple や Microsoft などが買われています。ハイテク株が買われたことで、ナスダックが終値ベースで最高値を更新しました。ISM 製造業 PMI は 48.5 と、前月の 48.7 や市場予想の 49.1 を下回りました。弱い製造業 PMI を受けて、10年債利回りは低下する場面もありましたが、フランス債の下落につれて利回りが上昇しました。フランスの下院の第1回投票で極右が優勢となりましたが、市場が警戒していたほどの対象にはならないとの見方が広がりました。過度な警戒感が和らいだことが相場を支えています。アマゾンが今後10年間で1000億ドルをデータセンターに投資すると報じられました。利下げ見通しをめぐり、週末に発表される6月の雇用統計が注目されるところです。アメリカ国債10年ものの利回りは上昇し 4.4% 台で推移しています。ドル円は引き続き161円台で推移している状況です。昨夜の NVIDIA は76セントの上げ、プラス 0.62%、3日ぶりの反発になっています。次に経済スケジュールです。今夜はジョルツが注目イベントです。今週は ADP、そして NFP といった雇用系の発表がずらりと並び、水曜、そして木曜はインディペンデンスデーで半休場、そして休場となっています。次に値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はセンティバイオサイエンスでした。前日比 51.3% の株価上昇。センティバイオサイエンシズは時価総額29億円の銘柄です。細胞療法や遺伝子療法を開発する会社です。株価はアンジェスくらいですが、出来高はアンジェスの20倍くらいあります。株価の推移はこのようにかなり値動きの激しい低位銘柄です。業績は第1クォーターは、減収営業赤字継続、売上高0ドルに減少、営業赤字1630万ドル、EPS マイナス26セント、考えられないくらい劣悪な状況になっています。そして値下がり率ランキング。値下がり率ランキング第1位はブルーワールドアクイジションでした。前日比マイナス 56.3% の株価下落。ブルーワールドアクイジションは企業合併、株式交換、資産取得、株式購入などを行う会社です。株価は日産くらいですが、出来高は日産の1000分の1くらいの銘柄です。こちらが3ヶ月チャートですが、なんだかよくわからないチャートになっています。次に売買高ランキングです。売買高ランキング第1位は NVIDIA、第2位がテスラ、第3位が Apple、Amazon、Microsoft、Advanced Micro Devices、Broadcom、スーパーマイクロコンピューター、Meta、Nike、この順になっています。テスラがプラス 6.1% の大幅な上げで200ドルを超えてきました。金曜日に 20% の大幅下落となったナイキもプラス 1.9% 反発してきています。
次にトピックです。本日、先ほどお話したテスラの大幅高についてお話しいたします。こちらが、今朝方出た記事です。テスラに買い、アナリストからは慎重な見方。テスラが買われており、ナスダックをサポートしている。特段理由はないが、本日から下半期の相場に入って見直し買いも出ているようだ。ただ、アナリストからはネガティブな見方が多い。同社は明日、第2四半期の販売台数を発表すると見られているが、予想は441,019台と、前年比 5.4% 減が見込まれている。予想通りであれば、同社が2012年に最初のモデルであるロードスターを段階的に廃止した時以来の、2四半期連続の減少となる。また、アナリストがテスラを第3四半期の戦術的アイディアリストに、追加した。同社の納車台数は、の伸びは減速しそうだとし、投資判断の売り、目標株価の1200ドルは継続している。需要減と値下げによるリターンの減少を指摘した。テスラはすべての主要地域でトレンドの減速に直面しており、価格設定やモデルのリフレッシュ以外に販売台数を増加させる手段は限られているという。クレジット控除後の自動車粗利益率も前年比 2.1% ポイント低下するとも予想している。こういう状況です。テスラですが、昨夜の株価は209ドル86セント、プラス 6.05% の上げとなっています。日本円換算での株価は33,879円です。4月24日に発表された決算は、第1クォーターは減収減益、売上高は 9% 減の213億ドル、営業利益は 56% 減の 11.7 億ドル、EPS は34セントとなっています。こちらは2021年、2022年、2023年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の実績です。このように増収ですが、減益で無配継続の状況となっています。6ヶ月チャートは52週安値が138ドル80セントですので、ここら辺の位置です。そして52週高値が299ドル29セントですので、ここら辺の位置です。あまり明確なトレンドはない状況です。株価は割高で配当もありませんが、稼ぐ力は非常に高い数値になっています。次に決算スケジュールです。今夜は1件予定されています。3D システムズ。次に配当利回りランキングです。こちら近日中に更新する予定です。第1位がアルトリア 8.48%、 第2位がベライゾン 6.46%、 第3位が AT&T 6.09% となっています。次に今日の気になるチャート、本日マイクロソフトについてお話しいたします。まずマイクロソフトですが、大きく3事業部門あり、まずはプロダクティビティ&ビジネスプロセス。こちらが 33% を占めていますが、こちらの内容はマイクロソフトの365です。そしてインテリジェントクラウド 41% を占めていますが、これはクラウドサービスとサーバー関連製品です。そして 26% を占めているモアパーソナルコンピューティング。こちらは Windows やノートパソコン、そしてゲーム関連が含まれています。こちらは Azure とその他クラウドサービスの売上高の成長率推移です。現在事業を牽引しているのはこの Azure に代表されるクラウド事業です。ここに ChatGPT に代表される AI が含まれています。このように伸びは鈍化してきていますが、
依然として 30% もの高い成長率となっています。昨日の株価は$456.73、プラス 2.19% の上げとなっています。日本円での換算株価は73,728円。4月26日に発表された決算は、第3クォーターは増収増益、売上高は 17% 増の618億ドル、営業利益は 23% 増の275億ドル、EPS は2ドル94セントとなっています。3年間の実績は、このように増収、増益で増配となっています。6ヶ月の株価推移は52週安値が309ドル45セントですので、かなり低い位置で、ここら辺の位置です。そして52週高値は456ドル17セントですので、ここの位置です。昨夜高値更新をした状態です。株価は割高で、配当も 0.60% 低い状態ですが、稼ぐ力は高い数値となっています。10年チャートを見ると、このように2022年から2023年にかけて、このような停滞はありますが、ほぼ10年間右肩上がりに伸びている状態です。株価はこの10年間で10倍に上がっている状態です。テクニカルはパラボリックは上げて点灯、MACD は不明確、RSI は60近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大していましたが、プラス2シグマからプラス1シグマにこのように戻ってきた状態です。方向性が分かりにくくなってきたチャートです。米国株についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。